違うね。めちゃめちゃ綺麗。傷施工した部分は結構薄くなってますよね。皆さんこんにちは。親の車だいたい1回はぶつける、よろしくお願いします。プープーヌヌだよ。今日はですね、こちらブーズーライドのシルクを使っていきたいと思います。これはどういう商品かっていうと、水しみを落としてくれて、それと同時に傷も消してくれます。プラスでポリマーコーティングをかけてくれるっていう超便利アイテムになっています。水しみやイオンデポジットを落としたい方、傷は消したいけどコンパウンドは使いたくない方、下地処理からコーティングまでこれ1本でやりたいなという方にはおすすめですので、ぜひ最後までご覧ください。そして普段からこのシルクを使っている方も、今回は裏技としてポリッシャーを使って施工してみます。ポリッシャーを使うとより時短で綺麗になりますので、ぜひ参考にしてみてください。私のチャンネルはこんな感じになっています。車が好きな方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。実はこのブードゥーライドのシルクは結構前から家にあったんですけど、私は全然使ってなかったんですね。やっぱり洗車好きならそれぞれの工程に合わせたこだわったアイテムを使いたいなと思ってまして、例えば水垢除去にはこれ使おうとか、コンパウンドならこれ使おうとか、やっぱりそれぞれこだわりあるじゃないですか。でも最近は私も時間がないので、こういう便利アイテムに気持ちが偏ってきちゃってます。例えば洗車以外にもスキンケアなんかも、最初は頑張って導入美容液つけて、化粧水つけて、乳液つけて、クリームつけてとかやってたんですけど、やっぱりそれをずっとやっていくっていうのはなかなか体力的にも難しいので、結局今はオールインワンアイテムとかに頼っちゃってます。もうそのくらいこういった便利アイテムに私の気持ちが偏ってます。今回はヌヌファクトリーおなじみのデモカーのオデッセイに施工していきます。すでに洗車はしてある状態なんですけど、水しみだったりとか傷は結構多い車なので、早速使っていきたいと思います。それではまず最初にドアミラーを施工していきます。今施工する前の状態なんですけど、この辺とか見てもらうとかなり白っぽくなってるの分かりますかね。で、濡れ拭きで拭いてみるとこんな感じで水しみがかなり浮いてるのが分かると思います。それではまず使い方を見ていきます。まず用意するものとして、固く絞った濡れたマイクロファイバークロスと乾いたマイクロファイバークロスを用意します。シルクの施工方法として乾式施工が基本になってますので、ボディは洗車してよく乾かしておいてください。そこまでできたら、いよいよシルクを濡れたマイクロファイバークロスに少し取ります。そして落としたい部分を撫でていくんですけど、この時は力を入れないで、シルクの力だけで優しく落としていくような感じで施工していきます。でそこまで終わったら、最後は乾いたマイクロファイバークロスで拭き取って終了です。でもし一度で水しみが取れなかった場合は、何回か重ねて施工してあげるのと、研磨剤入りのヘックスを使うことをおすすめします。それではいよいよ施工していきます。まずドアミラーをマスキングで半分に分けて、こちら側を施工面、こちら側を未施工面で比較していきます。で、優しく撫でていきます。結構伸びはいいですね。塗りたての時はちょっと浮いてるんですよね、このシルクが。でも伸ばしていくとすごく馴染んでくれるので、水垢が落ちてるなっていうのが結構分かりやすいです。うん、落ちてるの分かります。なんかこういう風に撫でてても撫で心地が違うというか、最初はすごいザラザラするんですけど、ずっとやってるとツルツルしてくるんですよね。ちょっともうちょっとかな、力全然入れてないです。本当に撫でる程度の力でやってます。なんかやっぱり水しみって結構頑固なんで、力入れないとなかなか取れないじゃないですか。でもそれを1台やると結構疲れるんですけど、これは撫でる程度なのでそんなに疲れないし、なのにしっかり水しみも落ちてくれるっていう、いいですね。何回か重ねてやっていきます。匂いとか全然しないです。無臭です。だいぶツヤ出ましたね。本来の色に戻ったんじゃないかなと思います。それではマスキング剥がしてみます。
全然違うね。なんかマスキングしてる状態だとよく分からなかったですけど、剥がしてみると全然違いますよね。こっち未施工面はまだ全然白っぽけてる感じがしてますけど、施工面の方は黒々とツヤが出てるのが分かると思います。続いてはボンネットのこのマスキングの中の部分をやっていきます。でも外でやる場合はすごい早く乾いちゃうから炎天下の下とか注意が必要そう。ほんとよーく見ないとわからないけど、つけたところがこう筋でムラみたいになっちゃってます。もしかしたらカメラで映ってないかもしれない。まあでもそんなに気にならないほどのムラですけどね。ムラになったって言ってもホンダの黒塗装はなかなか難しいんで、それもあるかもしれないですね。あ、でも本来のこの黒ラメっていうんですか、黒パールが戻ってきてる感じがしますね。もうこの辺やってないところなんてラメ感が全然わからないですけど、やったところはラメ感がすごいわかります。そうね、傷もだいぶ埋めてくれてる感じはありますね。あ、でも洗車傷みたいなスッスーって入ってた傷はだいぶ薄くなりましたね。マスキング剥がします。おお、全然違いますな。ここにもともとあった線傷が本当はこの辺まで続いてたんですけど、この線傷も消えてるのが分かります。あとツヤの方も結構しっかり出ていて、色の境目なんかもしっかりと分かれてるのがカメラでも分かると思います。それでは次にフロントバンパーをやっていきます。今カメラで映ってる白い点々点は汚れではなくてもうイオンデポジットになってしまってるので、これを落としていきます。このぐらい大きな水しみだとすぐ落ちてるのが分かる。さすがに研磨剤は入ってないということなんで、浸食しちゃってるのとか取れないんですけど、軽度なものならだいぶ取れますね。ツヤが全然違います。色のくすみが本当に取れるんで、手作業でこれだけ効果があるってすごいなと思います。なかなか手作業でここまで効果が出るもの少ないと思うんですけど、わーおキモいなんかここがな、この2つがちょっと浸食しちゃってて、こういうもう浸食しちゃってるのは本当コンパウンドでっていう感じにはなっちゃうんですけど、左右で見比べてみても全然違いますよね。違うね。めちゃめちゃ綺麗。わかるよね、これはカメラでさすがに。だって全然違うもん、ここなんか軽く磨いたんじゃないかっていうぐらい差がはっきり出てますよね。続いては A ピラーを施工していきます。特にこのマスキングの中のこの部分が一番汚れがひどいんで、この辺をやっていきます。ツヤツヤで、手触りもほんとちょっとコーティングのせたような手触りつるって感じです。おお、すごいじゃない。もうご覧の通りですよね。ここでパックリ分かれてます。もうこっち真っ白、こっち真っ黒、オセロのように分かれております。それでは続いてブーズーライドシルクの水はじきチェックをしていきます。ブーズーライドは基本疎水推しのメーカーなので、水はじきは疎水となります。でこれが私が今まで使わなかったもう一つの理由なんですけど、私は大の撥水好きなので、本当は撥水が祈りなと思いつつも水はじきをチェックしていきます。やっぱ早いね、施工した方が水引きが。うん、早い早い。10秒ぐらい差があるね。
こんな感じで施工した部分の方が水はけが結構早いので、最終的にボディに残る水が少なくなるんですね。なので水しみ予防にもなるかなと思います。続いては裏技としてシルクをこちらの両尾のポリッシャーで施工していきます。この両尾のポリッシャーはホームセンターでも買えるモデルで、研磨力も少ないです。研磨初心者の方だったりとか DIY でも十分活躍できます。私もさすがに現場ではこのポリッシャー使うことはないんですけど、ワックスを塗るときなんかに重宝してますので、ぜひ皆さんも使ってみてください。ダブルアクションで研磨力も少ないので、本当にリスクの少ない商品となっています。こっちの方がちょっとひどそうだから、こちら側を施工面で、こちら側未施工面にしていきます。じゃあいきますよ。あーでもだいぶ綺麗に撮れたな。すごいよね、両尾でさ、研磨力少ない両尾でこれだけ綺麗に落とせるっていうのがすごいな。しかも全然力も加えてないし、テクニックいらずでこんだけ綺麗になるんだったら、これはいい商品です。これだけ広い面積をさっきの手磨きだと相当時間がかかると思うんですよね。だけどこの両尾のポリッシャーだとほんの数分で終わりますので、これ裏技としてかなり時短になるんじゃないかなと思います。このシルクがポリッシャーかけててボディに焼き付くっていうこともないですし、バフ目とかも残りにくいと思うので施工性はいいんじゃないかなと思います。本当に初めてポリッシャー使うっていう方なんかも安心して施工できます。ではマスキング剥がします。ドキドキの、境目はここになってるんですけど、未施工面はまだ水しみが結構ついてますよね、この辺とかで。全体的に白っぽい感じですけど、施工した部分は軽度な水しみはほぼほぼ消えて、しっかりとツヤも出て、色も黒ラメがしっかり出てますね。シルクだけでも十分綺麗にはなったんですけど、せっかくなんで仕上げにこちらブーズーライドのコーティング剤シーラントを施工してみます。でこれもですね、使い方はとっても簡単で、まずよく振ります。でボディに直接スプレーして、最後は乾いた綺麗なクロスで拭き取っていくだけです。でこのシーラントの効果としても、やっぱり傷消しだったりとかツヤ出し、あとはポリマーコーティングの効果もあります。それでは先ほどポリッシャーで綺麗にしたこのドアパネルのまた右側を施工していきます。おう、あ、結構伸びるんで、そんなにたくさんつけなくても良さそうなんで、コスパ良さそうです。結構伸びるね。しっかり拭き取ればムラにはなりにくいです。左と右でツヤの出方が違うのが分かると思います。今マスキングを剥がしてみたんですけど、シルクのみの施工の時よりも差がはっきりしてるのが分かると思います。やっぱりシーラントはツヤ出し効果が結構強いのかなと思いました。全然シルクだけの時と違うよね、はっきり。この辺結構傷が、このマスキングしてたところまたいでこう入ってるんですけど、傷施工した部分は結構薄くなってますよね。で未施工部分は白くしっかりと傷がついてます。はい、というわけで今回はブーズーライドのシルクとシーラントを使ってみました。で私個人の感想としては、私一応洗車店をやらせていただいてますので、まあ、正直言っちゃうと
研磨剤の方が早く綺麗に落ちるかなとは思うんですけど、一般家庭で使うっていうのを考えれば全然このシルクだけでも十分な効果が得られるかなと思います。で、本当はこのシルクだけの紹介にしようと思って、このシーラントはおまけぐらいに思ってたんですけど、シーラントの効果がすごすぎました。本当にツヤだったりとか傷を消すっていう効果も、施工性が簡単な割にすごくあったので、こちらもおすすめです。でツヤ重視っていう方はこのシーラントが特におすすめなんですけど、まあ、2本セットで使ってあげるのが一番効果的かなと思いますので、ぜひ皆さんも使ってみてください。あと今回裏技としてこの両尾のポリッシャーを使ってシルクを施工してみたんですけど、本当に時短で綺麗になるし、すごい良かったです。ホームセンターとかでも売ってますし、ポリッシャー入門編の方には本当におすすめです。失敗のリスクもないので、なのでぜひこちらのポリッシャーも使ってみてください。こんな感じで私のチャンネルでは、今回は便利グッズの紹介だったんですけど、私が洗車店をやってますので、車がピカピカになるような動画だったりとか新車の紹介をさせていただいてます。車が好きな方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、ヌヌでした。バイバーイ。